マップ投票でニュークタウンを選ぶやつ。大体3枚と投げる。どうもかぶりということですね。今回なんですけども、ちょっとね、BK57 を紹介していこうかなと思います。でもね、皆さん、今シーズン BK57 どうですか？そんな目立ってないじゃないですか。実はですね、BK57 ってめちゃめちゃですね、強化、修正が入っておるんですよね。その内容がこちら。これですね、BK57 の射程って、まあ、今までですね、そんなに短くはなかったんですけども、これがですね、さらに範囲の拡大ということですね、4発キルが18メートルになっていまして、で、弱体化っていうのが、これですね、中距離とこの遠距離の射程っていうのが少し短くなりました。だからこの近距離の射程っていうのがものすごく伸びたわけなんですよ。でもね、ここについて俺実質強化だと思ってて、なんでかっていうと、今現在その SMG ばっかりじゃないですか、QXR とかね。だから、18メートルで撃ち合うのがほとんどなんで、これは俺強化だと思う。そしてもう一つ、OWC レンジャーの、このペナルティですね、バフの減少。そしてですね、このエリートファーグリップの強化ですね。これだけ見てもですね、BK57 って今すごく優秀にやってると思うんですけども、今回のカスタムはこんな感じ。まあ、18メートルまで4発径できるということでですね、バレルにですね、拡張バレルをつけることによってですね、なんとこれ20メートルまで全身ですね、このような感じにその4発径することができるんですよね。これがバチクソ強い。そしてあとはですね、まあ、その機動性とか、あとこの AD 速度の向上っていうのが一番いいんじゃないでしょうか。まあ、BK57 ってね、その元から安定性が高いんで、まあ、あとはそのエリートフォアグリップとかつけてあげて、まあ、安定性を上げて、そしてこのレーザータクティカルだったり、あとコンバットストックだったりっていうので、AD 速度を上げています。それでは早速ね、ランク待ちで使っていきましょうか。レッツゴー、ブチブチにするぞ。ほな早速 BK 使っていきましょうか。皆さんよろしくお願いします。旗のりとキルは任せということで、これあえてパーティー呼んだけど、さあこれどうする。これ一旦多分こっから長屋に入ってくるやつがいないんですよね。こういうことなんですよね。ちょ待って、あそこにいるけど、もうしっかり今日はね、強ポジ使っていこうぜ。こういうところとかね、こういうエッチな隙間使っていきながら戦っていくわけですよ。さあ、こっちから来いよ。絶対一人は来る。来ないですよね。さあ、これ。もう今日は強気に行くわ。こんなにあなたたちが来ないんやったら、もうこっから行きます。こっちから行きます。もうね、正面突破しちゃおう、俺は。一人勝っての。いいよ、これ。ナイスナイスナイス。そして、これ多分2階にいるから、そいつ出てこないか。いい加減出て気にしたい。これ一人買っていくんですよね。そして、これリロード入れていくんですが、手前にいるから横すら買っていくんですよね。こういうことなんですよね。これ多分ね、C にいますから、そいつをしっかり、C のやつを縛いていく。そして、まだいるから、あそこはちょっと厳しいか、これ。20メートルぐらいだったらですね、これ4発球できることができるんですけども、ちょっと結構カメさんの日本語もおかっぴーですよ。さあ、これ。こういうこと。なんでお前何しとんねん、ビソンで。お前そんなところで。お前マジでほじくり出すぞ、お前そっからマジで。ブチブチにするぞ、その長いことを。そしてここは、グレネードホイット適当に投げていけの。もう一人いて、もう一人、いやーそれ勝てないか、これ。ちょっと勝ちにもこだわっていきたいところなんですけども、旗はね、もうカメさんに任せにしたい言ってもらったから、これ多分ね、オッケー、サーマイトの、サーマイト。しっかり芝居で。これちょっと B、もうサーマイトな、さ、お前サーマイト投げすぎてクリスマスイブのお前なんか、飾りみたいになってんのやめろ。だから、クリスマスイブ会場みたいになってんのやめろ。一旦これ、OK、買っていく。そいつをちょっと買っていきたい。もうね、出してるやつを狩れば、終わるから、この地獄は。いや、やってくれたか、これ。ほいナイスナイス、でかでかい。こいつも BK 使ってみる、これ。BK 友達できたわ。俺の数少ない友達が。UAV 出しちゃって。センターにいるんじゃないですか、これ。ちょっと B よ。だからもうだから、クリスマスの飾り付けやめろ。うん、クリスマスの飾り付けやめろ。一旦これショッカーシー出していっての。これ刺さるかな、これ。ワンチャン刺さると思うんですが。いや、いるけども、ナイスナイスナイス。そしてこれ多分、4番から来るから、こっちから見ていく。なんかいるくね？危ないってマジでカウンター指出していく。そして、来るんですよね。でかいでかいでかい。ビートのか、ビートのか、ビートのか。オッケー。多分これ4番から湧いてるから、まだ買っていく。ちょ待って、これ B 無理やな。いやーマジか。これ4番のやつをしっかりね、この駆除していかないと B に乗ることは不可能なんで、ちょ、リスクありましたね、これ。リスっていうのは、変わるんじゃないですよ。変えるんですよ。うん。いやーでも前半なかなかいい感じなんじゃないでしょうか。このままちょっといい調子で、試合にもですね、勝っていきたいところ、結果にもですね、コミットしていきたいところなんですけども、これ多分ね、C にいるから、そいつをですね、しっかり、もうマジビゾンじゃねえだろうな、お前。お前マジで、ビゾンやったらお前ら、プチッ、プチッ、プチンって来てるからな、ってな。頭、プチンって言うからな、オッケー。一旦、いるから、これ、アナイアレーターに持ち帰っていく。これなんです、これなんです。お前、見たぞ。お前、許さねえからな、お前。お前、みんな、今のは許さねえから。
もう多分ね、もう全人類が許しなかった。多分これは、出していっての、そうして、一人も枯れない。いや、買っていきたいけど、もう、サーマイトの雪合戦が始まってるよ、これ。しっかりこれ、ビートっていってる、お前についていくぜ。お前、頑張れ。お前が全て、こういうことなんですよね。カウンターユーベでも出しちゃうっていうの、ちょっと待って、カメさん、母国語出てるよ、母国語。一旦これも買っていってあげての、このビゾにですね、中距離もですね、勝つことができるんですよね。多分来てるから、勝って。2回いないのかね、大丈夫。いや、今回めっちゃキルついてない。ええー、感じにちょっとね、旗も乗れてるし、キルも乗れてるし、彼女も未だにできないんですよね。まあだってみんな考えてみてよ。なんかその平均の初体験って、もう大体なんか高校生とかで終わるらしいんですよ。俺高校生終わってまだ卒業してない。これやばくないっすかこれ。これ多分やばいっすよね、これ。うん。さあこれ。そしてこれちょっと敵も確認していきたいところなんだけど、多分下から来ないんですよね。来てる、この安定性、この安定性。今回ね、そんなになんかその安定性を上げたつもりはないんですけれども、めちゃめちゃこの安定性がよろしい。バレてる、バレてるけども、一体引いていく。ここ防衛するよ。防衛大臣になるよ。防衛大臣亀なるよ。買っていっての、もう一人いないですよね。いないですよね。これはまず、これ、なんか下にもいる。あ、まあ、もじゃもじゃいたら、もじゃもじゃ。お前大丈夫か、お前大丈夫か、うん、お前ちょっとお前、恐怖でなんか震えてたぞ。うん。ちょっと、恐れてたわ、この戦場を。ナイスですよ。で、多分これ来るから、なんかいる。なんか買っていった。そこで。いや、こっちから来ないから、そこもしっかりダッシュキルかましていくんですよね。これなんですよね。オッケー、上からまだいるから、そいつも買っていくんですよね。これなんですよね。UAV とそこから C 出しちゃって、まだ来るからこれなんですよね。まだ多分下にいるけども、それを買っていくのがカメちゃん。いいね。そしてここはカウンター UAV 出しちゃって、もうサーマイト受けていくんですが、横スラで、来いよ。めっちゃ怖い。非常に怖いマウント。一人買っていくマウンテン、もう一人買っていくマウンテン。そしてここでアナイアレーター出していくんですよね。ゴッドハンドで、ターン、買っていく。オッケー。もう一人でかいよ。いいね、これ。若さの証拠ですよ、この反射神経。そしてこれ、まだ来るかな。あん、うん。やめろって、やめろって、こいつ。オッケー。一旦上のやつを、しっかり芝居ていくのが俺の仕事。そしてこれ、防衛していくのが俺の仕事。試合に勝っていくのが俺の仕事。来いよ。来いよ、打ち合おうぜ。俺と打ち合おうぜ。A 取ろうぜ。ほい。壊していく。壊していく。事故をしていくぞ、未然に。で、これは、前よし。頑張れ。OK。解除しての。取れる取れる。これ A 取っていってあげる。これなんです、これなんです。これがカメさん。さあ、どうするこれ。OK。ルージュラ、頑張れ、ルージュラ。いや、言うてね、これ多分1点取りでもいけるから。ナイス。ちょ、待って。お前のことは忘れんぞ。さあ、これ多分いるから見られてるんで。上にいないですよね。そしてこれ、いるから買っていくんですよね。UAV とショッカーシー出していくんですよね。激アツな戦いなんですよね。そしてこれは出ていった先には、いるから買っていくんですよね。でかいよ、これ。来いよ。来いよ。俺と撃ち合おうぜ。悪い、俺死んだ。そしてここで、出していく。買っていく。でかい。これマジででかい。俺のぶつ並みにでかい。これ来る？取れる。取れた。まだ勝っちゃう、カメちゃん。そしてこれ C もですね、防衛 C っていきたいんですけども、OKOKOK。え、でもこれ買ったんじゃない？はい、買って。はい。はい！ということで戦歴なんですけども、今回しっかりキルも取れて、旗も濡れた。いいんじゃないですか？ブチブチにするぞ。ということで今回 BK5-7 だったんですが、前のシーズンでもぶっちゃけ普通に強かったよね。なんですけれども、今シーズンですね、この射程の強化だったり、まあ近距離が強くなったり、あと AD 速度の向上だったりっていうのが来てますんで、皆さんぜひ、この BK5-7 使ってみてください。ということでですね、今回これで終わっていこうかなと思います。面白かった、上手かった、参考になったっていうのは、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。